九州旅客鉄道株式会社は九州地方を中心として旅客鉄道等を運営する日本の鉄道事業者。1987年4月1日に日本国有鉄道から多いた熊本、鹿児島の各鉄道管理局及び九州総局の鉄道事業を引き継いで発足した JR グループの旅客鉄道会社の一つ。通称は JR 九州。 英語略称は JR 九州。コーポレートカラーは赤色。鉄道事業のほか、旅行業や小売業、不動産業、農業なども展開し、日本国外にも進出している。本社は福岡市。切符の呪文には K と記されている。東証第一部、副省上場企業。JR グループでは唯一、米国系資本が筆頭株主となっている会社でもある。 鉄道事業においては、九州地方に鉄道路線を有し、総営業キロ数2273.0キロメートル567駅の運営を行っている。鉄道事業においては、JR 九州発足から2016年3月期まで一度も営業黒字を計上したことがなく、九州新幹線が全線開業した後も依然として厳しい経営状況が続いていた。 2015年度に実施された減損会計による減価償却費の大幅な圧縮や合理化などにより2017年3月期の決算において JR 九州発足以来初めて鉄道事業が250.8億円の営業黒字となったその一方で鉄道事業を補完するため旅行、ホテル、不動産、船舶、飲食業、農業など 事業の多角化を推し進めており、その営業範囲は九州のみならず首都圏などや日本国外にも展開している。2017年9月にはタイで不動産開発などを手掛ける現地法人タイ JR 九州キャピタルマネジメント株式会社の開設を同年12月にはタイの首都バンコクにおけるタイ JR 九州ビジネスディベロップメント設立と 長期滞在用サービスアパートメント事業参入を発表した。法日外国人による鉄道などの利用も重視しており、2018年7月に戦略的提携を結んだ中国のアリババグループなど外国企業とも協力関係にある。2016年9月中間期の売上高に占める非鉄道部門の割合は51%と過半を超えており、 こうした事業の多角化が経営面での安定に寄与したこともあって、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律が2015年6月10日に交付、2016年4月1日に施行され、JR 旅客会社では東日本旅客鉄道、西日本旅客鉄道、東海旅客鉄道に次いで4番目、本州以外に 鉄道路線を有する経営が厳しいと見られている、いわゆる三島会社では初の上場及び完全民営化を果たした。なお、完全民営化前に経営支援策として設定されていた経営安定基金については、九州新幹線の施設使用料の一括前払い及び借入金の償還などに充てられている。1八十七年の JR 九州発足後は、 福岡市博多区の博多駅前に福岡本社北九州市文字区の文字港駅隣の旧国鉄九州総局ビルに北九州本社を構えていたが2001年に福岡本社に統合し北九州市小倉北区の西小倉駅近隣に北部九州地域本社を設置している鉄道事業においては博多駅、熊本駅、鹿児島中央駅の 各都市間の輸送を主としている九州新幹線と九州の各主要都市間を結ぶ在来線特急列車などの中長距離輸送が主な収益源となっているが九州では主たる都市間を結ぶ高速道路の整備が早期から進んでおり JR 九州の列車に対して料金面で優位性のある高速バスが九州の各地で競合しているさらに 福岡市と北九州市の大都市同士を結ぶ博多駅小倉駅間では国鉄分割民営化により山陽新幹線が西日本旅客鉄道の所有となったことで JR 九州の所有する鹿児島本線の同区間を走る特急列車と時間的な優位性のある JR 西日本の山陽新幹線が競争関係になった。また、 宮崎県と福岡県の移動では、所要時間が短い航空機を使う人も多く、競合交通機関に対して、時間面、料金面、利便性の面などで、圧倒的な優位性を発揮できる区間は限られて、いるのが現状である。近距離輸送の面では、館内には、福岡市、北九州市をはじめ、九州各県の県庁所在地の近郊など、 比較的輸送量の多い線区も存在するが、首都圏や関西圏などのように莫大な収益をもたらすものではなく、経営の一助になるには至っていない。むしろ、管内には輸送密度が低いローカル線も多く抱え、沿線の過疎化などの社会問題も相まって年々利用が減少しており、経営の負担になっている面もある。このような経営環境にあり、 割引ギップの拡充や増発などで主力である中長距離輸送のサービス向上を図る一方、現業部門のコスト縮減の一環として以下の施策により現業部門の人員削減を進めている。その他、線路のメンテナンスにロボットを導入することなども検討中であるとしている。これらの施策の結果、発足者年度の営業損益は288億円の赤字となったが、 九州新幹線が部分開業した2004年度には営業損益が黒字に転換した。2011年3月12日に全線開業した九州新幹線の営業収益は2017年3月時点でおよそ501億円となり JR 九州の鉄道事業全体の収益の3分の1以上を占めるに至るなど事業の大きな柱となっている。これを軸として 前述の観光列車などで引き続き地域の活性化や鉄道事業の収益拡大を図りつつ、不動産などの沿線開発や事業の多角化を進め、鉄道事業と関連事業の相乗効果をもって利益を拡大する事業戦略を推進している。2016年度から3カ年の中期経営計画では総合的なまちづくり企業グループを目指すとしている。 2016年の IPO においては、投資家の間でも法日観光客の強い伸びが安定した企業成長につながるといった見方があるとされている。今後の展開としては、九州新幹線西九州ルートが2008年4月に着工され、2022年度の完成を見込んでいる。広域輸送誘導列車の運行については民営化後、博多駅を中心とした体系に改められ、 同駅から九州各県の主要駅に向かう新幹線、在来線特急列車が発着している。九州新幹線は九州内においては博多駅、熊本駅、鹿児島中央駅の各都市間の輸送を主としている。この他にも主な新幹線停車駅で佐賀、長崎、大分、宮崎の各県庁所在地を結ぶ。 在来線特急列車や高速バスと連絡している。加えて、山陽新幹線の新大阪駅と鹿児島中央駅との間で直通運転も行っている。通常は、博多駅から熊本駅までは1時間あたり3の4本、鹿児島中央駅までは2本の3本の頻度で運行されており、繁忙期などは山陽新幹線に直通する臨時列車も多数運行され、 最大で1時間に6本ほど運行される、時間帯もあるなど、高頻度での運行がなされている。在来線特急列車は、博多駅を中心として、小倉駅、佐賀駅、長崎駅、佐世保駅、大分駅などの間で、特急列車を運行している。特に、博多駅小倉駅、佐賀駅間に関しては、在来線特急毎時上下各二から3本運転と、 高頻度での運行を行っている。宮崎駅に関しては、途中駅での接続で対応しているが、特急料金の通算や、同一ホームでの乗り換えなどで便宜を図っている。この他にも宮崎駅鹿児島中央駅間や、大分駅熊本駅間を結ぶ特急列車も運行されている。博多駅はかつて、日本で在来線特急が最も多く発着する。 ターミナル駅となっていた。特に、九州新幹線全線開業前の博多駅、都市駅間は3系統8種の特急列車が運転され、線路容量は限界に達しており、2003年には、大比専用の多財布信号場が設置されたほどである。2011年3月12日に、九州新幹線が全線開業して、リレーツバメが廃止、有明が、 朝晩のみの運行になったことでこの区間の線路容量にも若干余裕ができたため、1976年の長崎本線、佐世保線電化開業以来行われていたカモメ・ミドリの並結運転は終了した。ミドリはハウステンボスと並結運転を行っており、カモメとの並結運転が終了するまではカモメ・ミドリ・ハウステンボスの3階建て列車が運行されていた。 2008年6月発売の時刻表より、館内の L 特急の故障がすべて特急に変更された。なお、定期運行の寝台特急については1994年に、朝風1.24号、水穂が廃止されたのを皮切りに縮小が進み、2009年3月14日のダイヤ改正で、早草・富士が廃止されたことで、JR 九州館内から消滅した。 また2011年3月12日のダイヤ改正で、ドリーム日輪が廃止されたことで、定期運行の夜行列車自体が消滅した。急行列車については、特急格上げや廃止が進められ、2004年に、熊川が特急に格上げされたことで消滅した。地域輸送 JR 九州の発足後、都市圏輸送の強化のため普通列車の増発が進められ、 長距離を運行する普通列車の系統を分離、JR 他車線への直通運転を廃止するなど、運転区間の細分化、需要に合わせた短編成化も並行して行われた。また、福岡都市圏を中心に、快速列車の新規設定や増発、停車駅追加などを実施した。しかし2000年代以降、博多小倉間では、特急列車の増発が図られるとともに、 快速列車については、停車駅の追加の他毎時一本を準快速に格下げし、快速区間の短縮を行った。朝や夜間の一部を除く大半の列車で対比停車があり、博多小倉間を日中の快速は68から70分。準快速に至っては、通過駅が5駅しかなく78分を要することとなり、最速55分で結んでいた。 国鉄時代と比較しても同区間の所要時間は大きく伸びている。振り越し車両の883系や885系を投入して大幅に速度向上した特急列車との格差は拡大している。また、九州各地の在来線特急列車や新幹線も乗車距離の短い区間に廉価な特急料金や割引ギップを設定し列車の増発や 停車駅を拡大することによって、短距離でも利用しやすい体制を整えている。D&S 列車 JR 九州では、館内各地のローカル線で D&S 列車と称する観光面に特化した列車を多数運行している。D&S とは、これらの列車には、それぞれ特別なデザインと運行する地域に基づくストーリーがあり、デザインと物語のある列車であることに由来する。 2020年10月時点において JR 九州管内で以下の11種類の D&S 列車が運行されている。1989年に同社初の観光列車として特急、ユフインの森が運行を開始し、2004年には九州新幹線が一部開業することを契機に鹿児島県、宮崎県を中心として多数の観光列車が運行を開始した。その後、 九州新幹線が全線開業、沿線である熊本、鹿児島両県で、さらなる観光列車の投入が行われた。D&S 列車はそのほとんどが従来から使用されていた車両をリニューアルした車両で運行されており、中には普通列車用の車両を改造し、観光特急と称して運行している列車もある。D&S 列車はその全てが、水戸岡英人によるデザイン、 設計である。各 D&S 列車の特徴としては、内外装やサービスに乗客を楽しませる仕掛けが施されてあり、車内にアルコール飲料を提供するバーを備えた特急 A 列車で移行や、沿線の浦島太郎伝説にちなみ、ドアが開くと、ドア上部から玉手箱の煙に見立てた白いミストが噴出する特急、イブスキの玉手箱、中には列車の運行中に、 客室乗務員が沿線の日本神話をモチーフにした手作りの紙芝居を披露するサービスが行われている特急、海幸山幸といった列車も運行されている。2019年11月21日に12番目の D&S 列車として787系を改造した初の電車ベースの専用車両で九州内を毎週5日かけて周遊して運転する。 36プラス3が発表され、2020年10月16日から運転を開始した。また、D&S 列車として初めての他車線乗り入れを実施している。豪華寝台列車2013年10月15日より、寝台列車7つ母シーン九州を運行している。7つ母シーン九州は、一室の料金が1人、最大55万円ともなる超豪華寝台列車で、 数日にわたって九州を周遊する。日本初となる観光に特化した寝台列車であり、主に国内やアジアの富裕層をターゲットにする。1996年に普通運賃を値上げしつつ、JR 他社より安いグリーン料金や、JR グループの中では唯一在来線特急の繁忙期を設定しないなど、料金の値下げをしている。ただし、 九州新幹線に関しては繁忙期、通常期、換算期の設定がなされており、時期により指定料金が異なる。JR 九州の競争区間の対象である旅客に対する値下げ戦略は2001年に割引切符のほとんどを特急回数券2枚切符、4枚切符に集約した。この2枚切符、4枚切符において、 高速バスとの競合する区間では普通乗車券よりも安くなる区間も存在する。また、インターネットでの割引切符の予約、販売も推進しており、2枚切符と同等の価格で片道から購入できる九州ネット切符早期予約で4枚切符以上の割引率で片道から購入できる九州ネット総得といった割引切符が設定されている。 JR 九州のインターネット予約サービスは、JR 西日本の同サービス E5489 とも連携しており、山陽新幹線方面のインターネット専用割引切符 E 切符スーパー総督切符も購入できる。快速、普通列車用の割引回数券としては、6枚、綴りのミニ回数券があったが、2016年1月31日に、 発売を終了した。特急列車の設定のない一部の区間では、普通列車用の2枚切符、4枚切符を発売している。若者向けの割引商品として、1996年に16歳から29歳までの人が入会可能な会員制割引サービス、ナイスゴーイングカードを開始し、2011年まで新規入会受付を継続した。 2012年からは16歳から24歳までの人が購入可能で2枚切符、4枚切符より割引率の高い割引切符、勝ち切符を長期休暇期間に発売している。全線フリーの規格乗車券については以前、九州グリーン合有券、九州レディースパスの発売が終了してから数年間存在しなかったが、2007年に入り、特急列車、 九州新幹線が利用可能な九州特急フリーキップが発売開始され、以後使用期間を限定し、商品名を変更して発売されている。また同年には JR 九州の普通列車と九州内の私鉄路線に乗車できる旅名人の九州満喫キップが発売された。このように割引キップを設定する一方、急行列車の特急格上げ、 山陽新幹線と在来線の乗り継ぎ割引の廃止など負担増となった例もある。また、九州新幹線には新幹線と在来線の乗り継ぎ割引が導入されていない。車両の禁煙化については、民営化直後の1988年には普通、快速列車の分煙化を行い、さらに1995年には普通、快速列車は全面禁煙とした。 一方、特急列車でも年々禁煙車は増加しており、2003年からは、特急列車の喫煙車は、編成最後部の一両のみとし、指定席、自由席を一両に集約していた。また、1999年に投入された、有明用の7 8 7系では、喫煙ルームを設けることで、客室内を禁煙とした。その後、 2007年3月18日のダイヤ改正で JR 北海道、JR 東日本とともに館内特急の喫煙コーナーの廃止を含む大幅な禁煙化が行われた。この改正により館内特急の大半が全面禁煙となり日輪旧が霧島に喫煙者がユーデラックス、U フィンの森、九州横断特急、 熊川に喫煙ルームが残るのみとなった。2009年3月14日のダイヤ改正で、これら特急の喫煙者を呼び、喫煙ルームが廃止となり、当時残っていた、寝台特急を除いて、全特急が完全禁煙となった。なお、九州新幹線に関しては、部分開業した2004年に運行を開始した、つばめに充当された800系に関しては、当初から全面禁煙であった。 全線開業に伴い運行を開始した n 7 0 0系では客室内は全室禁煙で3.7号車に喫煙ルームが設置され JR 九州管内を運行する列車では2年ぶりに喫煙可能の列車が登場した2017年1月時点で JR 九州管内を運行する列車において車内での喫煙が可能な列車は n 7 0 0系で運行される 九州新幹線列車の喫煙ルームのみで、それ以外の列車は、新幹線、在来線とも全面禁煙となっている。2012年4月1日からは、福岡、北九州都市圏の一部エリアの在来線駅において、ホーム上の喫煙コーナーを廃止し、全面禁煙となった。ただし、博多駅、小倉駅の喫煙ルームは存続している。北部九州地域本社長崎大分。 熊本鹿児島東京沖縄支店 JR、九州本社支社、支店ダイヤ改正については3月に実施することが多く、他の JR 各社に合わせて実施される。JR 九州発足以降に、同社の路線で運行されている、もしくはかつて運行されていた愛称付きの列車を挙げる。種別が変更された列車は変更後のもので記載し、他社の車両による、 運行のものはその会社名も記載する。詳細は各列車の記事を参照。新幹線在来線在来線 JR 九州の車両のデザインは鮮やかな色彩を用い、車名 A 賞列車 A 賞形式称号などをヘルベチカによるレタリングに統一した塗装と快適さを主眼に置いた内装を持っている。これらは同社のデザイン顧問に就任した。 三戸岡英治が手掛けたものである。建築デザイナーとしてホテルや公共施設のデザインを手掛けていた三戸岡は1988年のキハ58系アクアエクスプレスから JR 九州の車両デザインに参加する。効率と再三重視というそれまでの鉄道車両の常識の対局を行くとも言える居住空間としての客席との考え方によるデザインにより 1992年の7 8 7系、つばめは、そのデザインと優れた内装によって、ブルーリボン賞、グッドデザイン商品といった日本国内の賞のみならず、日本国外からもブルネル賞を受賞している。以降も、ミトーは8 8 3系、ソニック8 8 5系、カモメそして、新幹線8 0 0系、つばめなどの特急用にとどまらず、 普通列車用まで含めた新車両や国鉄から継承した車両のリニューアルでもデザインを手掛けている。D&S 列車に使用されている車両の大半は国鉄から継承した車両の内外装を未投下のデザインをもとに改造した車両であり、特に、ヤとの風、イブスキの玉手箱、ミ瀬宮瀬ミなどの列車には一般系のキハ40系機動車を改造した車両が、 特急列車として使用されている。車両のメーカーに関しては、電車では、日立製作所、笠戸事業所と近畿車両の2社に集約されていたが、現在、JR 九州の新生電車は、ほとんど、A とレーンの採用で、日立製作所、笠戸事業所での製造が主流となっている。ただし、2011年3月の九州、新幹線全線開業に伴い投入された、 n 7 0 0系8 0 0 0万台の一部、2019年から新規製造された y c 1系に川崎重工業車両カンパニー製の車両も存在する。一方、機動車では液体式機動車は新潟鉄工所製が多いが、一部に富士重工業と日本車両製造で製造された車両も導入している。なお、一部の形式については、 国倉工場での自社製造車両が含まれる。JR 旅客鉄道6社の中で唯一、これまで2階建て車両を保有したことがない。特急車両に関しては、発足当初は JR 他社と同様に485系など、国鉄から引き継いだ車両の座席交換などの改良工事を進めていった。また、 1988年には JR グループ初の新系列車両である783系を導入した。以降は、未踏化のデザインによる個性的な車両やデザイン面を重視した列車を相次いで開発し、アクアエクスプレスを皮切りに787系、883系、885系などの新系列特急車を多く導入している。 九州新幹線の全線開業以前は、比較的車両によって使用される列車が固定されていたこともあり、外装に列車名をロゴとして表記する車両も多く見られた。このため運用の変更が起こると、885軽電車では、カモメ編成のソニックとソニック編成のカモメが博多駅のホームに並んだり、れではあるが783軽電車において、 ハウステンボス編成の緑と緑編成のハウステンボスが併結するなどの事態が発生した。787系は九州新幹線の全線開業以降、ハウステンボス、ソニック以外の JR 九州管内のすべての在来線電車特急に充当されるようになった。また、885系でもカモメ編成とソニック編成が事実上の共通運用になっていた。 ことから、この2形式は共通運用を前提とした、アラウンドザ九州ロゴへの変更が行われた。機動車特急についてもキハ185系、機動車において、アソ、ユー共通塗装、九州横断特急塗装が存在する。キハ185系は、車両数が少ない上増解決や、編成組み替えをしばしば行うので、アソ、ユー塗装と、 九州横断特急塗装が逆の列車名の列車に、重当されたり、両種類の塗装の列車が根結されることもあった。現在はキハ185系においても共通運用を前提とした、アラウンドザ九州ロゴへの変更が行われつつある。なお、A 列車で移行用キハ185系については、独立して運用されている。また、前述の観光列車については、 イブスキの玉手箱とハヤトの風には共通の予備車が一両、イサブロう、しには増結用の予備車が一両ある。しかし、その他の列車には予備車両がない。このため、海幸山幸やまさやぼうなどは運転日を週末などに限定している。また、川瀬せみやまなど毎日運転する列車で専用車両が検査の際には別の列車の車両を 予備車として重当することがある。そして、湯布院の森のように、列車自体は運休して、同じダイヤで特急、湯を代わりに運行するような措置が取られている。他鉄道事業者からの購入車両としては、1992年には、久し大本線の急行、湯部を特急、湯に、また、宝飛本線の急行、火の山を特急、阿蘇にそれぞれ格上げするために、 JR 四国からキハ185系を購入して、充当した。また、2005年の台風14号の被害から廃線となった高千穂鉄道から TR-400 型を購入し、これを日南線向け観光特急、海幸山幸用に改造した。2015年には四国で余剰となったキハ47型を譲り受け、スイーツトレイン。 ある列車に改造するなどの事例もある。また、高直両用電車の更新のために、JR 東日本から415系500.1500番台を購入している。この他、法比本線電化に際し、熊本県等と共同設立した第三セクター、法比本線高速鉄道保有株式会社が所有し、JR 九州に対応されていた815系、 電車4編成8両を2015年度に同社から購入した。これは従来から JR 九州の路線で使用していた車両の所有者の変更のみであり、他鉄道事業者からの転入ではない。近郊系電車については811系を皮切りに813系、815系、817系、821系といった新形式車両を 北部九州を中心に積極的に投入している。817系は南九州エリアにも投入され、国鉄型電車の置き換えを進めている。一方、文字駅下関駅間で運用可能な硬直療用電車は、分割ミニエンゴは一両も作られていない。硬直療用電車の更新については、JR 東日本から、 E531 系の投入で余剰となった415、K500.1500 番台を購入する形で行っている。一般型機動車については、キハ200系、キハ125系の2形式が投入されたほか、キハ40系をはじめとする機動車置き換えを見据えた、交流蓄電池電車としてベック819系、ハイブリッドディーゼル車両として YC1 系を開発している。 座席の種類別で見ると、JR 九州発足後に開発された普通列車用の電車については、815系を除いて転換クロスシートが採用されることが多い。一方で、近年福岡都市圏向けに投入された303系、305系、813系500番台、817系2000番台、3000番台、821系などの電車では、 ロングシートも積極的に採用している上、既存の811系でも転換クロスシートからの改造者が増えている。2016年に JR カゴに製造された811系の改造に着手。駆動装置は最新鋭のものに更新し、転換クロスシートはロングシートに改めるなど、既存車両の延命化を見据えた大規模なリニューアルが行われた。 改造車の第1号は2017年4月より営業運転を開始した。以後2024年頃を目途に811系、全27編成の改造を行う予定。また、他の形式ではトイレの設置を進めており、近年では103系1500番台、303系の全編成、キハ125系の全車にバリアフリー対応トイレが設置された。 キハ三31系の運用終了により、全列車にトイレが設置された。発足当初は団体用のジョイフルトレインも保有していたが、団体用については1994年までに全廃され、以後は保有していない。団体専用列車には、一般の特急系車両や D&S 列車用車両を使用しており、結果的にはジョイフルトレインと同じような対応が可能となっている。 死者別の車両基地設置状況は以下の通りである。漢字一文字の略号は機関車にのみ付される。小倉総合車両センター文字工波室の電流線、かつては鹿児島車両センター構内に鹿児島総合車両所が設置されており、鹿児島支社所属の在来線及び九州新幹線部分開業時の新幹線車両の検査などを行っていたが、2011年に 工場機能を廃止した。廃止後は、主な検査を、小倉総合車両所に移管、鹿児島車両センター、宮崎車両センターに一部検査機能が移管された。また、工場機能を担当する職員のほとんどは、熊本総合車両所に転勤となった。社課は、ロマン鉄道で、ハイハイセットが歌っている。国鉄から民営化されて、 JR 九州発足以来デザインにほとんど変更はなく駅社員、乗務員とも共通の制服である。冬服は紺色のスーツ型で襟元にはコーポレートカラーの赤色のラインが入る。ネクタイは赤をベースに黒や白のラインが入ったものとなっている。駅長、新幹線車掌、在来線優等列車車掌など管理者クラスの社員は濃い紺色でダブルタイプとなる。 ネクタイは、クレナイト金色のストライプで、インナーシャツは、個人のものを使用する。性暴は、JR と社と異なりヨーロピアン風の型状で、正面には、旧、国鉄のシンボルマーク、同輪に JR マークが入ったものに、赤色のラインが入った帽子を採用している。なお、乗務員は、上着の左肩には、月経館と列車をモチーフにしたエンブレムを、メンファスナード目で着用する。 エンブレムの上下の列車部分には、運転士、ドライバー、車掌、コンダクターなどと表記されている。このエンブレムは、在来線の乗務員と新幹線の乗務員とでデザインが異なり、新幹線の乗務員のエンブレムは下部に金色の刺繍が入っており、新幹線運転士、新幹線車掌と表記されている。このほか、司令員などがエンブレムを配用する。 女性用制服は営業関係社員と運転関係社員とでは異なる。営業関係社員は左肩元に九州レイルウェイカンパニーのロゴが入った黒のスーツタイプの制服にスカーフを巻く。制服はない。この制服にはパンツタイプ、スカートタイプが存在する。運転関係社員は前日の男性用制服と同じ紺色の制服を着用する。制服に関しては これまで男性社員同様、ヨーロピアンタイプの帽子であったが、新幹線駅及び、博多駅、小倉駅在来線の輸送係を除き、2010年6月、頃より変更され、JR 他社同様、ハットタイプのものとなった。一方、夏服は冬服よりは、薄い紺色のズボンに、男性は、チェック柄の女性は、水色の半袖のワイシャツを着用する。上着は省略する。 駅長、車掌区長、新幹線車掌、在来線優等列車車掌など管理者クラスの社員は灰色で襟元に赤色のラインが入ったダブルのスーツタイプの制服を着用する。もちろん、性暴も灰色のヨーロピアンタイプである。女性の管理者クラスの社員も同じものを着用する。女性の営業関係社員は常日の冬の制服の上着を省略し、代わりに インナーのベストを着用する。客室乗務員の制服も存在しており、ハイパーレディやツバメレディ用等が設定されていた。その後、ツバメレディをベースとした共通デザインのものが導入されたものの、ツバメロゴの入ったツバメレディ用と混在した状態となっていた。厳冬期に乗務員、駅員が着用するジャンパーは、国鉄を踏襲するベージュ色の厚いマウンジャケットが使用されていたが、 2011年より、黒色で、アラウンド・ザ・九州、九州・レイルウェイ・カンパニーロゴが入り、ラインなど白い部分には反射材を採用した、三頭家エイジのデザインによるスッキリとしたブルゾンに、更新された。2017年度より、制服のデザインが、ロータス・インターナショナルのクリエイティブディレクターである、島崎隆一郎デザインによるものに変更された。三頭家は、 トータルアドバイザーを引き続き担当し、客室乗務員制服は従来のものに生地やポケットなど一部変更が加えられた。同一コンセプトのもと、職域ごとに異なった制服が男女ごとに設定されている。冬服、愛服はジャケットズボンが紺色から黒となり、胸にはツバメのエンブレム、肩に英名の社名が入っている。帽子は従来を踏襲し、 男性はドゴールボー、女性はハットタイプとなった。夏服は青のカッターシャツを着用するが、クールビズに対応してノーネクタイとなった。職域ごとの制服の違いとして、冬服、愛服にはダブルジャケットとシングルジャケットが職域によって使い分けされている。ダブルジャケットは、駅長、副駅長、新幹線車掌、特急列車車掌が着用する。 ダブルジャケットは帽子に赤字のライン、ジャケットの裾、襟の縁取り、およびズボンのサイドラインに金色を配している。シングルジャケットは駅員、運転士、在来線普通、快速列車の車掌、ホーム輸送係等が着用する。シングルジャケットには前日の縁取りやラインは省略している。また、乗務員を除く駅員、旅行支店勤務の女性職員には、 女性接客用制服が着用できる。これはシングルジャケット及び夏服をベースにしているが、冬服、愛服ではネクタイの代わりにスカーフを、夏服ではカッターシャツの上からベストを着用することができる。共通してズボンの代わりにスカートを着用する。初代同様に乗務員等ではマジックテープ止めのエンブレムを左肩に取り付ける。従来のデザインから大きく変わり、 黒字に金文字の A 社名、役職名を並べたシンプルで小さいものになった。在来線上務員、司令員では金文字単色のものを使用する。客室乗務員の制服は従来のものをマイナーチェンジし、専用制服を除きデザインが統一された。マイナーチェンジながら生地の改良、機能性の向上により、これから先も通じる制服としている。 技術系制服も更新され、青ベースの制服から灰色ベースの制服に変更となった。SL 人吉の機関士と機関女子は国鉄時代のものを復刻させた制服を、車掌はレトロ調の制服を観光列車、フ夫院の森、遊ぼうい。豪の車掌はホテルの支配人をイメージしたオリジナルの制服を着用する。 通常の制服と異なり黒のダブルの制服で、胸元にそれぞれ、ユフインの森、遊ぼうい、ゴーオリジナルのロゴが入ったピンバッジをつけている。制服は省略されている。また、文字工駅では、男性駅員、駅長の制服も他の駅とは異なっており、文字工レトロと調和されたデザインの制服となっている。同様のコンセプトで、ユフイン駅でも、駅員、 駅長の制服が独自デザインとなっている。客室乗務員、七つ母子ン九州の全乗務員のデザインは、車両などのデザインも手掛けている、ドーンデザイン研究所の水藤家エによるものであり、それぞれ冬服、夏服もある。2009年3月1日から、独自の IC カード乗車券、守護家のサービスを、 福岡県内の都市圏と佐賀県の一部を中心とした148駅で開始し、2012年12月1日より、既存エリアが熊本、大分の各都市圏まで拡大、長崎、鹿児島の各都市圏を中心に新規エリアが開設された。さらに2015年11月14日に宮崎市に新規エリアが開設されたことで、 九州全県の主な都市県での利用が可能となった。2015年11月14日時点では JR 九州全566駅のおよそ半分にあたる284駅で利用が可能である。発行するのはプリペイドタイプの IC 乗車券と、それに定期乗車券の機能を一体化させた IC 定期券の2種類で発売の際、 デポジット料金として500円を徴収する。積みませるチャージ上限は2万円。開始当初から電子マネー機能を搭載しており、駅売り店などで利用できる。ポイントシステムについては2010年2月1日に導入され、また西日本鉄道が導入している、にもかにあるクレジット兼用型についても、グループ企業や系列の商業施設、 アミュプラザなどが独自に導入していたクレジットカードを統合する形で同年3月に JQ カードの発行を開始した。相互利用の拡大も進められている。2010年3月13日からはにもか及び福岡市交通局が導入している早川県 JR 東日本のスイカを含めた4社局の IC カード乗車券の相互利用を開始した。 2011年3月5日には JR 西日本のアイコカ及び JR 東海のとかと相互利用を開始し2013年3月23日には JR 北海道のキーとか関東施設、バス事業者のパスも中京圏施設、バス事業者のマナコ、近畿圏施設、バス事業者のピタパとの相互利用を開始している大人普通旅客運賃 2019年10月1日改定。170円2017年度の1日平均の乗車人員は以下の通り。2016年より上位30位から上位300位及び300位以下の乗車人数100人の駅名の公表という形で拡充された。参考、長崎駅1473人。 宮崎駅4782人2017年度の1日平均の運輸取扱収入額は以下の通り。参考、宮崎駅571十5000円2017年7月31日に初めて路線別の利用状況を公表し、昭和62年度及び平成28年度の平均通貨人員、平成28年度の旅客運輸収入を公表した。 社長の青柳敏彦は記者会見で輸送密度が少ないところを廃止するために出したわけではない。鉄道ネットワークを維持するために今後も努力していくと述べた一方で上下分離などがこの先発生するかもしれない。九州の鉄道の状況を今のうちに正しく認識してもらいたいと言い,い。 今回のデータも参考に自治体や住民と鉄道のあり方をめぐる議論を活発にする意向を示した。データは非常に膨大なため各選区の記事を参照するか出展を参照されたい。JR 九州本体以外にグループ企業が37社ある。下記の表に挙げた以外に太陽国にも法人を設立している。二千十二年までに社名の JR 九州を JR 九州に揃える形で変更され、JR 九州が付かない社名でも、社名変更の際に、JR 九州が追加された企業もいくつか存在する。アミプラザ鹿児島2020年3月31日、現在、JR 九州には3つの労働組合がある。括弧内は略称。各労働組合と会社との間で、労働協約を締結している。 組合員数が最大なのは九州旅客鉄道労働組合である。CM 等で活躍すべて JR 九州一社提供番組。2016年12月時点では放送されていない。東京支社で手書きラスト文章を印刷した鉄儀を2011年から毎月1ページ発行している。年に一度加筆して冊子版にしており、 電子書籍化もされている。日照記を掲げた駅舎の様子、ありがとうございます。